はい、こんにちは、コンティニューです。それでは日本ハム戦をやっていきましょう。現在4ゲーム差で1位をキープしてますね。おっと、チカちゃんの調子が悪いぞ。ここは変えますか。翼さんをせっかくなので、調子がいいですからね、出していきましょう。そしてマルちゃんは、まあ、調子は悪いですけど、このままでいいでしょう。さあ、先発はニコちゃんですね。それでは行きましょう。高校チーム対北海道日本ハムファイターズ1回戦の模様をお送りいたします。高校チームの先発はルーキーの矢沢、対するファイターズの先発はエースの大谷。この両投手の投げ合いです。さあ、間もなくプレイボールです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは西川。投げました、打ちました、センターへ上がった、取りました。これでワンアウト。今回は地方球場ですね。バッターは2番松本。第3球を投げました、打ちました。これはセカンド真正面、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは DH の近藤。外角高め、オッケー。矢沢、上々の立ち上がりを見せています。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは渡辺、打ちました。おっと、中島ボールを掴んだ、アウト。大谷投手ですね、今回の先発は。やばいぞ。これでワンアウト、ランナーはありません。打った、フラフラッと上がった、161キロ掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番松井、打った、流し打ち、やばいですね。アウト、スリーアウトチェンジ。大谷、まずは初回を切って、大谷投手との投げ合いは辛い。これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中田。高校チーム、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。さあ、5球目、打った、三遊間のゴロ、サードから一塁送球、素晴らしい。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番レア、打ちました。さあ、どうだ、落ちるかな。取りました。おー、ルビーちゃん、2アウト、ランナー深いとこまで行きましたね。ルビーちゃんが絶好調ですね、今シーズン。投げました、打った。さあ、打ち上げて、リコちゃん打ち上げていきましたが、掴んで、これで3アウトになります。矢沢、三者凡退に抑えています。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。トップバッターは津島。さあ、リコちゃん低め外れて、フォアボール。先頭バッター、フォアボールで出塁します。さあ、ダイヤさん、第3球を投げました。ボール、アウトコース高め。大谷投手はね、怖いですからね。第4球を投げた、ここは歩かされます。さあ、フォアボール。先制のチャンスにバッター大原。そしてマリちゃん、どうしよう、送りたいですね、手堅く。1球目空振りから、ここはうまい、ナイスバントだ、めちゃめちゃうまい。アウト、送りバントが決まりました。高校チーム、さあ、ここでチャンスに強い翼さん。うわー、低めボール球を打った、ピッチャー正面、セカンドから一塁送球。さあ、これで2アウト、ランナーは二塁三塁。さあ、リコちゃんか、まと6球を投げた、見逃し三振。うわー、マジか。得点圏にランナーを送りましたが、3回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは太田、投げた、外角高め、見逃し三振。バッターは8番大野。太田選手も移籍してすごい調子がいいですね。一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番中島、投げました、打ちました。中島選手が9番っていうのがまた嫌ですね。一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。矢沢、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。高校チーム、この回の攻撃はラストバッター。さあ、丸ちゃん、先頭バッターは指名打者、高め、空振り三振、2者連続三振。次が6球目。おお、ようちゃんいいよ。打った、強い当たり。さあ、ナイスバッティング。クリーンヒットです。渡辺、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。アルビちゃん、ここは取り。渡辺、パスタ。投球ストライク。キャッチャー二塁送球。うわー。これでランナーが落下しました。相手が一枚上でした。投球これから5球目。いいよ。アウトコース外れて。オーフォーボールか。バッターは3番松浦。さあ、かなみちゃん、どうしよう。サードゴロに倒れています。思い切っていくか。うわー、裏目切った。直球、空振り三振、ボール球に手が出てしまいました。やばいですね。
投手戦だ。この回のトップバッターは西川。第1打席は打ちました。でニコちゃんは今のところノーヒットですね。掴みました。これでワンアウト。ノーヒットピッチングが続いてます。バッターは松本。最初のバッターボックスはセク。見逃す。うわ、いい球。バッターは指名打者近藤。今日の第1打席はスイングアウト。低めボールが当たった。わーっと、これはヒットだ。ヒットだ。コースだ。近藤、いいバッティング。あー、球場が狭くてよかった。さあ、ツーアウトから。中田選手はですね、勝負したくないぞ。投げました。外角見送って、フォアボールか。ストレートのフォアボール。さあ、寿司は握られたくないので集中しましょう。さあ、集中してこの対戦に挑みます。さあ、今度は5球目。三振。よっしゃ、寿司は握らせないという気迫のこもったピッチング。矢沢、2アウト1塁2塁。4回の裏、高校チーム攻撃に入ります。さあ、この回の先頭バッターは寿司。どうしよう。第1打席はフォアボール。難くヒットを重ねていきたいですけど。空振り三振。深めか。フルスイングでよかったな。キロストレート。第3球を、うわー、恨めるな。打った。当たり損ねのサードゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番後半。第5球、うわー、また高めだったのか。田中掴んだ。1塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。お互いに1安打しか出てませんね。5回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは、これは引っ掛けた。黒沢、余裕があります。取りました。オッケー。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番太田。おっと、これはやばいぞ。クリーンヒット。太田、ナイスバッティングです。打球が速くて助かった。右バッターボックスは8番大野。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました。おー、ゲッツーコースだ。セカンド、ホーサー。オッケー、素晴らしい。スリーアウトチェンジ。安定の守備ですね。5回の表が終わって0対5回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターはキラ。最初のバッターを打った。田中、ボールを掴んだ。アウト。うわー、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。打った。セカンド、右方のフライになりました。掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは DH の丸。おお、丸ちゃん。スイングアウトの三振に。うわー、っとこれはいっさー。入りませんでした。やっと均衡が破れた。今シーズン第2号先制ホームラン。レフトスタンドに。ここぞで打ってくれました。チームメイトが迎えます。読みが当たりました。バッターはトップに帰って。さあ、ようちゃん、投球はこれから3球目。打ちました。おお、これもいくか。入った。レフトに送ったホームラン。第4号ソロホームラン。素晴らしい。ヨーソロ。高校チームリードを2点に広げます。今チームメイトが迎えます。バッターは2番黒沢。今日は3度回とフォアボール。第9投げた。あっと、セーフティーバントだ。うまいな。ピッチャーから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして2対0。さあ、2点を先制しました。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは中島。最初のバッター、ムービングファースト。空振り三振。ニコちゃんの防御率がやばいことになってる。あっと、引っ掛けた。矢沢、取った。一塁送球、オッケー。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番松本。今日は流し打ち。ファーストの左。さあ、正面。オハ、自らベースを踏んで3アウト。矢沢、三者凡退、無得点に抑えています。ゼロ点台ですからね、ニコちゃんの防御率が。先頭バッターは3番。さあ、カナンちゃん。今日はサード。なっ、打った。力んでしまった。ラッカ点に入った。今シーズンはカナンちゃんの調子が若干落ち込んでますね。今日はフォアボールと。さあ、ヨハネ。ヒット。いいバッティングを見せました。早速ヒット。今日初めてのヒットになりました。ここは走りましょう。今日はフォアボールとサードゴロ。盗塁成功。素晴らしい。今シーズン2個目の盗塁を決めています。次は5球目。ここは揺さぶりたいけど、うわーっと恨めた。これで3アウト。お送りしております。
試合は終盤7回に入ります。先頭バッター点差なんでですね、打ちました。まだわかんない。おっとこれはうわ内野安打だ。今のは痛いな。あうわやべ、ここで来るか。第3球を打った。当たりだ。リコちゃん、センター下がった。オッケー。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。さあレアード。第5球投げた。打ちました。寿司ます。よっしゃ正面。ゲッツゴーだ。オッケー。スリーアウトチェンジ。バックが安心の守り。今日2回目の併殺でこの回を。7回の高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。3点取ってあげたいですね。うわどうだ、取りました。うわ取られた。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番キラー。翼さん投げた、打ちました。いい当たり。おおナイスバッティング。クリーンヒットです。キラーナイスバッティングです。初安打。いいですね。今日は三振とセカンドフライ。さあここは初球振りましょう。うまいリコちゃん。サード取った。おお、ストラッキーなエラー。さあ今日ホームラン打ってる丸ちゃん。さあ監督ここで何か仕掛けてくるでしょうか。いいぞ、行くんじゃない。やっと打ち上げたか。レフト落下点。掴みました。これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。さあようちゃん。しまった。打ちました。これはいい当たり。うっそマジで。ビッグベースボールやば。ホームラン。第5号スリーランホームラン。2打席連発。ストレートを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。2打席連続ホームラン。バッターは2番黒沢。今日4番ルビーちゃん。投球はこれから6球目。うわー残念。空振り三振。7回までが終了しました。さあ今日は陽ちゃんの日だ。これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは田中。打ちました。黒沢余裕があります。レフト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番太田。これが3度目のバッターボックス。見逃しの三振。代打は矢野。でもまだニコちゃん、あ間違えた。次は2球目投げました。打ちました。黒沢おー、ルビーちゃん素晴らしい守備。矢沢ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。さあここは守備を変えてくるようです。さあカナンちゃん第5球投げました。打った。レアうわー正面掴んでアウト、ワンアウト。第3球を大谷投手が疲れちゃってますね。さあヒットが出た。大谷交番。右の鍵谷。右バッターボックスは黒沢。さあ鍵谷投手に代わってのスモールベースボールだよ。さんエンドラン。次は4球目、一塁ランナー出た。うわーやばいぞ。今日はエンドランが失敗だな。ダイヤさん終了しました。さあいよいよ最終回。この回の先頭バッターは中島。今日はショートゴロと三振。投げました。低め見送って、フォアボールか。いきなり歩かせてしまいました。打順は1番に帰って西川。あっとキャッチャー取れない。パスボール珍しい。そして今拾い直した。1番レフト石川。次は6球目。ストライク。よし。見逃し三振。バッターは2番松本。第3球を空振り三振。おお。松本全くタイミングが素晴らしい。さあ行方を左右する場面。決めてくれニコちゃん。さあ5球目。見逃し三振。矢沢見事な完封勝利。完封勝利。見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビュー。いやあ、ようちゃんがやってくれました。いやー素晴らしい。おーっと声優チームも2位をキープしてますね。
では次回は巨人との一戦ですね。うわ、負けなしですね今のところ。ということで次回はジャイアンツとの一戦をお送りしたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コンティニューでした。